前亡くなったお父さんの遺産相続してるんだけど、もう金使いすぎだって言うんで、親族一同から禁止三者にされちゃうんだよ。でロップスの作品見て大いに感激して、ボドエルも君はベルギーで出会ってただ一人の真の芸術家だみたいな、めっちゃ上げてくれるんですよ一粒の麦もし死なねばっていうさ、うん、はい、ね、そういう言葉から来てるんだよってあったやない、はい、でそういうミレーの道徳なんてクソくらいだと俺は毒の麦の種をまくんだと、うん、でクールベリースペクトであるからこんな絵を描いてるんですね。ドン、うん、クールベ描いてただろこんなような絵、はいはい、これ何してんだっけみんな、なんだっけ、 お祈りだっけ、お祈りなんだけど、なんでお祈りしてるんだろう雨雨乞いかよなはずないだろう、どこ見てお祈りしてるよみんな、お葬式、そうだよクールベのオルナンの埋葬にそっくりな、オルナンっていうのはクールベの故郷じゃないですか、だから自分の地元の葬式を書いた、これはワロン地方の埋葬っていう、だからロップスの、まあ、地元のベルギーのワロン地域のお葬式風景を書いた、もうまるっきりクールベリスペクトっていうのがこれでよくわかるんですよ。でクールベをすごく応援してくれて、クールベの画家のアトリエにも書き込まれている詩人がいたのは、あ、はい、覚えてる、覚えてます、誰だ、名前がボがつく人だ、ボードレールなんだけどボードレールなのね、ボードレール、シャルル・ボードレールっていうと今では悪の花っていう詩集を出した詩人として有名なんだよ、非常にこう大敗的な時には悪魔的な詩がいっぱい入ってる詩集、そういう詩を書く詩人として有名なんだけど、悪の花を出す前っていうのは美術評論家として有名なんだよ。で美術評論家としていっぱい評論を書いて、でクールベとか、まあ、マネとかを支持したんで、自分は象徴主義なのに支持してるのは写実主義の連中を支持してたってとか面白くて、それはボードレールもブルジュア出身のくせにブルジュアを打倒しろって言ってるタイプの人だからなんだよ。でそのボードレールはですね、まあ、ブルジュアの出身なんですけども、まあ、お父さん亡くなってお母さん再婚、グニーさんと再婚して、まあ、その折り合いも悪かったりなんかして、前に亡くなったお父さんの遺産相続してるんだけど、もう金使いすぎだって言うんで、親族一同から禁止三者にされちゃうんだよ、要するに勝手にあいつに金使わせるなっていう、でも金なくてどうしようもなくなっちゃって、1864年にその債権者から逃げてベルギーに来るんだよ。それでそれを聞いたロップスは、いやもうボードレールさんとはぜひお会いしたいって言って、めちゃリスペクトしてますって、でブーレ・マラシっていう、まあ、悪の花屋なんか出版した、まあ、パリの出版社の版元がいるんだけど、それになんとかボードレールさんに会わせてくださいみたいな熱い手紙を書いてるんですよ。でその中にね、私とボードレールさんはね、骸骨への愛を分かち合う関係に違いありませんみたいな、絶対骸骨が好きです、私もボードレールさんもみたいなこと言って、でボードレールも何しろほら借金逃れてきてるから、え何お城止めてくれんのみたいな感じで来ちゃうんですよ。それで出会って、でロップスの作品見て大いに感激して、ボドエルも君はベルギーで出会ってただ一人の真の芸術家だみたいな、めっちゃ上げてくれるんですよで当然ボドエルもリスペクトしてるわけですよ、ロップスは。まあそこで話がまとまって、そのボドエルの悪の花っていう詩集ね、これ1857年に出たんだけど、これの中のさ、これまずいでしょっていうやつがフランスの警察当局によって6編削除されてるんだよ。その削除された詩とフランスで出せないような詩を集めてベルギーで出版しようということになって、でそれがまあ流れ着いてきたものっていう意味で、まあ、漂着物っていうタイトルをつけた詩集を出すことになった。でその扉ロップス君頼むよが出て、それで書いたのがこれなんだよね。これ扉絵なんだよね。もう骨だらけですよ、うん、骸骨への愛を分かち合うボードレールのために書いた渾身の声、ここも一応ボードレールの顔も書いたりとかしてあるんだけども、これがもう決定的な出会いになるんですよ。でこれでもう以降クールベというよりも、どっちかっていうとこのボードレールのこういう悪魔的世界の方に
まっしぐらに進んでいくんですよね、うん、でこんな自画像、悪魔に扮した自画像とか書いたりして、はい、もうそっち方面にどん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 行くわけですよ、うん、でそれにあたってロップスが書いたのが、これは毒麦をまくサタンっていうね、でこれ相当気に入ったらしくて、いろんなバージョンで出していくんだよね、うん、で多分これでしょ、はい、でお前この辺見た時なんて言ってた、海の上を大きな人が歩いてるって言ってたよね、はいはい、海かな、よく見てみ町なんだよ町なんだよ、これで見ても分かるようにさ、はい、この絵自体はさ、ミレーの種まく人を生まれてるんだよ。ミレーの絵には必ずキリスト教的な教訓があっただろ、はい、種まくのも聖書の中の一粒の麦もし死なねばっていうさ、はい、ね、そういう言葉から来てるんだよってあったやない、はい、でそういうミレーの道徳なんてクソくらいだと俺は毒の麦の種をまくんだと、でそれどこにまくかっていうと、お前が言うように海にまいたってしょうがないから、はい、町にまくんだと、パリの町に。でやっぱりこれだと海だと勘違いするやつがいるから、はい、もうはっきり分かるように書こうって、でここセーヌ川がありますよって、パリですよってパリの町中に悪の種をわしはばらまくよと、そう言っとるんですよロップスさんは。まあそういう作品的にはそうだけど、本人は至って普通の温厚な人っていうケースが多いわけですよ世の中、はい、すごく普通の社会人をしてるみたいな場合も多いんですけど、でこの人のあっぱれなところはですね、もう私生活でも道徳を無視していくんですよでパリで挿絵画家としてね、まあ、さっきの ボドレールのあれを描いたこともあって大人気になっていくんですよ。俺にも描いてくれ、俺にも描いてくれって売れっ子になって、うん、でもうパリで活動するようになって、もうベルギーのお城をほとんど帰んなくなっちゃうんですよ、うん、でパリで宝刀三昧をするんですけども、その1869年に、まあ、お張り子をやってたデュリュック姉妹っていう、まあ、姉妹に出会うんですよ、うん、お姉さんと妹、その両方とその両方とよろしくなっちゃって、うん、賛否同棲を始めるんですよ。でお姉さんは女の子産んで妹は男の子産んで、3人で育てようねみたいな感じなんだよ。男の子の方はね、妹さんが産んだ男の子の早くに亡くなっちゃうんだけど、うん、女の子の方はすくすく育ってさ、もう4人家族ですよお母さん2人どうですか。嫌です。嫌ですか。でもみんな幸せ。あ、ならいいそれでまあ、お張り子をしてたわけですよね新米はね、うん、だから店持たしたるわが出て、うん、これチラシですね。ディルック姉妹っていう洋服屋さんですよ、うん、ロップスがいろいろプロデュースまでして、だからちゃんとこう店も持たしてやって、でみんなで一人の子供を育てて幸せに暮らしてたんだけど、はい、奥さんほったらかし、奥さんと子供は、まあ、お城で、うん、まあ、向こうは向こうでお城あるしお金もあるからもうええわっていう、もうロップスはやりたい放題ですよ、うん、でというわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします